ということでね、ちょっと日にちが過ぎてしまったんですけど、今日はね、こちらで、エビの机をガラッと変えていきたいと思います。はい。っていうかね、前回リミちゃんの机めっちゃ汚かったんですけど、ある程度までは自分で片付けてもらいました。なので一応ね、はい、テーブルの絵も今もう買ったやつがほぼ載ってるだけで、あとはね、まあママも一緒にリミちゃんと一緒にね、片して、こんな感じ、あとでちょっとちゃんと紹介したいと思います。じゃあしほちゃん、ちょっとこのグッズをうまく置いて可愛く仕上げをお願いいたします。はい、わかりました。はい、じゃあやっていきましょう。はい。出来上がり、お楽しみに。はい、ということで、完成しました。でで。まあ、しほちゃんがダイソーで買ってきたものは、この一角に全部収まってしまったという感じで、まあ、もともとここしか空いてなかったんだけど、はい、じゃあちょっと、ちゃんと見ていきましょう。まず壁。貼りました。そう、これ貼りました。どうですか？ちょっとなんか曲がっちゃってるかもしれない。結構難しかった、貼るのがね、うん。ちょっと近くで見るとめっちゃ汚いので、映さないんですけど。で、あとここにフックがもともとかかってたので、このバスケット、うん、飾ってみました。花をね、うん。で、あのね、インスタだったかな、コメントで、このね、カゴの下にもう一個、網やみのカゴみたいなのを置いて、うん、匂い玉を入れたりするといいですよって教えてくれた方がいて、それもいいなと思うので、今度ね、もしいい感じの入れ物を見つけたら、やってみてもいいかなと思いました。はい。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。で、下。下はもう、これ前、リミちゃんが、1万円の時に買ったやつじゃない。こっちはキャンドゥだ。キャンドゥで買ったやつね。1000円チャレンジで買ったやつだね。そうです。で、こっちがこれにしました。まあ、写真がね、もともとあんまなくて、とりあえず白黒の写真をここにね、飾りました。はい、で、これ、100均、ダイソーで買ったやつなんですけど、ちっちゃかったので、やっぱり、もともとあった黒いのを利用して、こういう感じで飾りました。この方がなんか。ちなみにこの黒いのも100均？そう、黒いのも100均です。これセリアだったかな、ね、そっちの黒いのはセリアだったかもしれない。だって、セリア、あ、じゃ100均、ね。まあ、アルミの机はほぼ100均です。だよね。はい、で、ここ、次、ここ。これ、重ねちゃいましたね、もう、一気に。まあ、下の2個は、なんかこう、今ちょっとお友達の写真とか入ってるんですけど、はい、まあ、好きなものを入れてもらって、はい。上はこんな風にしちゃいました。はい。かわいい。いいんじゃない？なんか、いいよね、なんか、ね、まとまってて。まとまってていいと思います。はい。隣、写真立てと。ねえ、まだ残ってたの、この。そう、なんか、ミミちゃんが、この写真、どの写真入れるって言ったらこれって言ったのでね。はい。で、これ幼稚園のお友達の仲良かった子が、幼稚園の時に作ってくれたドラえもんのしおり、はい、めっちゃ大切にしてて、うん、いいかなと思って飾ってみました。はい。こんな感じですね。あとこちら。あとこれ。これをね、うまくちょっとここからかけてみて、まあ、ここかかってんのは、まあ、適当にかけてみたんですけど、まあ、あとは自分の好みでやってもらって。でもさ、これさ、かけてんのにペンだよ。そう、でもベッドを利用して、まあ、リミちゃん、こういうとこにもいろいろかけてるからね。ねえ。そうそうそう。邪魔、鬱陶しくないのかな、こういうの。好きな人は好きだよね、上からかけるのとかね。リミちゃんも好きなパターンです。はい、ということで、まあ、せっかくなので、ちょっとこっち側も見てみましょうか。こっちの辺はもうリミちゃんがそのまま片付けてくれた感じです。はい。まあ、ママも一緒に片付けたけど。あ、これね。前回。あ、間違えた。1万円の時に。そうです。1万円のワッツで買ったやつをこういう風に飾りました。はい、どうでしょうか？まあ、可愛いよね。これはこれでね。でもさ、100均もさ、チリも積もれば山となるでさ、これで合計いくらみたいな感じになるよね。1個100円だからね。はい。で、下が、リミちゃんの大好きな青いクマちゃんで、リミ。リミってここに置きました。これもキャンドゥ。そう、キャンドゥ。文字は。え、キャンドゥじゃない、ワッツ。あ、ワッツ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 。はい。で、こっち側は、これがね、ワッツで買ったカゴ。ああ、はい。うん。これはしーちゃんとお揃いのなんか、雑貨屋さんで買ったやつですね。
で、下が、これがの無印のコロコロに、これはダイソーのなんか緑。はい。このカゴもダイソーかな。ダイソーですね。これはディズニーストアで買った時計、プーさんの。こんな感じですかね。私、そういう時計すぐなくすんですよ、ね。でもこのね、横もね、ガラッと変えたんですよ、リミちゃん。前こんなんじゃなかったでしょ。こんなんじゃなかった。はい、こんな感じでね。で、あともう一個、そうだ、忘れてた。引き出しに星を貼りました。うわー、買ったやつ、しおちゃんが買ったやつね。はい。こんな感じで。でもね、でも可愛いよね。でもここはちょっとリミちゃんにちゃんと聞いて、リミちゃんが貼ってくれました、ここは。さすがにここ、しおちゃんが勝手にね。めちゃめちゃあるとね。で、一応棚もね、ちょっとだけ片付けて、いつもこのワゴンみたいなのここにあったんですけど、はい、こんな感じで、まあ、ここがリミの宝箱って書いてある。宝箱、リミって書いてある。うん、手作りだよね、この箱ね。で、まあ、ディズニーランドで買ったやつとか、ポケ箱、うん、で、これが、これをね、ボックスをね、ここに置きました。で、ここがまあテーブルで、で、下がね、いろいろボックスがあって、一番下がなんかクマちゃんのご飯だそうです、これ。こんな感じでね、はい、これもかかって、で、スクイーズはここに2つだけ飾ることになりました。これ2つ。そう、プーさんもいるけどね、ペンちゃんと、これ好きなのって。上流みたいな、うん。今まで壁にいっぱいスクイーズいたんだけど。あ、いたね。うん。二つだけに、うん。だいぶスッキリしたと思います。ティッシュが可愛くなってる。あ、ティッシュはね、ちょっと、置いただけだけど。まあでも、まだちょっとね、ごちゃごちゃはしてるけど、まあ3年生なんで、これからかなと。っていうかもうこっちもすごいしね。もうプーさん大好きだから、プーさんグッズ。で、ここも、もう、この何めちゃくちゃ、めちゃなんだっけ、ほっぺちゃん。ほっぺちゃん。ほっぺちゃんグッズがいっぱいあって。これなんかお友達からもらった4人でお揃いのなんか、これ、文房具。はい。これセットのです。友達とね、一緒。で、これなんだ、これ、あ、これスイッチのケース。今これ使ってないの。え、まだスプラか。そう、スプラで。これなんかちょっとね、カセットを入れるとこが少ないんだって。そうなんだ。で、一番下が、一番下ではない。一番下ですね。ここがまあ、ちょっとぬいぐるみが詰まってる感じ。すごいね。このホットケーキさ。これでめっちゃ気に入ってんだって。耳当てになんかメガネしちゃってるんだけど。これお気に入りなんだって。ウケる。パンケーキや耳当てにメガネしちゃう。で、一番下がこれマステが全部入ってます。毎回紹介したかな。ちょっと汚いんだけどね、今。やばいんですけど。マステが入ってまーす。こんな感じで。3段全部。まあ、さっとね。はい。紹介しました。で、あと今、見てください。お化けさん。ハロウィンが近いので。これ去年だよね、買ったの。お化け。買ったね。買ったよね。で、あと、ウィゴーでしおちゃんがプレゼントした鉛筆。鉛筆。覚えてますか？覚えてませんでした。で、くまちゃん。わかるやん。いや、私がプレゼントしたのに忘れてる。ねえ、ほんとだよ。はい、こんな感じで、はい、まあ、一角だけね、ちょっと、しょうちゃんが改造してみる、ね、この空間ですね。どうですか？いいんじゃない？なかなか。いいと思う。おしゃれだよね。うん、100均でやった割には。うん。おしゃれ。おしゃれになったよね。うん、おしゃれになってます。おしゃれになったよね。よかったです。はいはい。もうさ、うん、これが思ったより可愛い。どれ？これいいでしょ。このさ、ボックスいいよね。いいよね。いい。それすごくダイソーにあるんだけど、あんまみんな持ってない気がします。木のところに売ってるんだよね。めちゃめちゃ可愛いよね、これね。なんかさ、みんなやっぱありがちなのはこういうさ、プラスチックのケースじゃん。うん。これもまあ、100均で買ってるんだけど、うん、ダイソーかな、うんうん、これだったらさ、やっぱこういう方が全然オシャレに感じるよね、こういう。オシャレだよね。木で、ちゃんと。ね、いいよね、これ。まあ、1個100円なので、3段で300円なんですけど。でもとってもね、いいんじゃないですか。なかなかいい感じに仕上がったんじゃないかな。めちゃめちゃいい感じに仕上がったよね。いい感じだよね。うん。いいと思います。いいと思います。いいよね。うん。はーい。
じゃあ、リミちゃん呼びますか。はい、呼びましょう。めちゃめちゃ大声で叫ぶよ。リミー来てー。返事がない。リミちゃーん。シロンが返事してくれた。ね、シロンが返事してくれた。リミの返事がないんですけど、あれ？リミちゃんがないですね。あれ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 。おかしいですね。リミちゃーん。リミちゃんはどう？ここどうですか？リミちゃん。すごいよ。ね、しほちゃんがこんなに素敵にしてくれましたよ。机の一角を。机の一角。やったね。やった？嬉しい？うん。よかったね。綺麗。綺麗になったよね。まあまだまだね、ちょっとね。でもこれでもだいぶ変わったんだよね。机の上ね。ここがまだごちゃごちゃしてるよね。そう、ここがね。でもまだね、この辺はもう大切なものだもんね、プーさんとかね。うん。だから今度さ、なんか、あの箱かなんかに宝箱みたいなの作ってしまっとくのもいいかもね。うん。まあでもまだ小学校3年生だからね。まだね、こういう感じでもいいよね。うん。徐々に徐々に。はい、ということで今回はね。はい。お姉様に。私が。はい、リミの机を。まあ一角ですけどね。はい。いい感じに、あの材料だけでこんだけになりましたのでね。はい。はい。ということで。シーワー、バイバイ。それでは、バイバイ。バイバイ。いや、今日もやりましょう。いやいや、こちらこそどういたしまして。